今回も業績コンサルタントの田崎さんにご登場いただいて、最終回になりますが、100年企業が抱える最大のリスクを皆さんに共有してもらいたいと思います。田崎さん、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。そうですね、まあ、今までね、長きにわたってお話をさせていただきました。100年続く企業は本当にいろんな潮流の変化とか突発的な天災だとかね、起きてきて、まあ、その都度ごとに、リスク回避をしながら、生き残ってきてるということだと思うんですけども、100年企業でもですね、なかなか避けられない最大のリスクがあるんです。はい。に、それは何だと思いますか？これだけリスクを避けてきているのに。はい。あるんですね。何だろう。本当にね、記念よしあしは100年もやってると必ず大きな波が、ね、何度も来てると思うんですけども、はい。今までご紹介させてもらった5つのノウハウは、まあそういう潮流の変化や景気の変化に立ち向かうための隠れたノウハウなんですけども、はい。でもですね、それ以上の最大のリスクがあるんです。はい、人口の減少とかですか？まあ、確かにね、例えば人口の減少はもう何回もあったのかな？ 100 年もやってるとね。ずっと右肩上がり、確かにね、日本の人口は増えてきたのかもしれません。今はね、確かに下がってきてますけどね。うん。違うのか。答えは実を言うと事業承継なんですよ。あ、はい、なるほど。そうなんですね。事業をバトンタッチするときが、最大の存続の危機だというふうに私はまあ見立てますね。まあ、景気や潮流の変化なんか、全く100年企業にとってみたら、関係ないんです。例えば今回のコロナも100年企業にとってみたらへでもないリスクなんですね。こんなにもうね、世界中で大騒ぎになったけれども。全然リスクではなくて、100年企業にとってね、やっぱり最大のリスクは事業承継ということになります。事業承継って20年から30年ごとにね、おそらく事業をバトンタッチしていくということにはなると思いますけども、ですから100年以上やってらっしゃるってことは3代目、4代目、5代目。うん、普通にそのあたり3回も4回も5回もバトンタッチしてきたと思うということなんでしょうけども、その実を言うと企業が続くかどうかの最大のリスクは景気や潮流の変化じゃなくて、この事業をバトンタッチすることが、これ100年もされてるので、形としては慣れてきてらっしゃるところも多いかもしれませんけど、未だにそれは大きなリスクで、これは100年企業じゃなくて一般の企業にとっても事業が続くかどうかっていうのは、景気とかね、こういう天災とか、ね、こういうコロナみたいな緊急事態になってても、そういうリスクよりも、事業をバトンタッチする事業承継が最大のリスクだということは、まあ頭に入れといた方がいいかなとは思います。これ一大事。会社にとってみたら一大事なんでね。はい、そうですよね。100年企業は家族経営が多いんですか？それとも関係なく？確かに同族は多いです。うんうん、同族経営。はい。私としては、同族イコール100年続く企業というふうには定義はしてないです。あ、そうなんですね。偶然同族なのかなというふうに思います。なるほど。多くの企業さんが廃業する、倒産をするっていうのは、例えば後継ぎがいないから廃業するっていうのわかるじゃないですか。私にとってみると、企業が倒産をするっていうのも、うん、多くの場合は事業承継に失敗して、その後継ぎさんが会社を潰してしまう。うん、なるほど。きっかけとしては、景気やコロナがあったのかもしれませんけども、うん、やはり事業承継に失敗したその後継ぎさんが、未熟で会社を潰してしまう、と私は感じるところがありますね。うん、逆に言えば、後継者の育成に先代が失敗したってことですよね。おっしゃる通りです。うん、景気や潮流の変化っていうのは、二の次、まあ、きっかけでしかなくて。はい。うん、後継者の育成に失敗した、バトンタッチに失敗して、その経営者が会社潰してしまったっていうところが、圧倒的に多く見られますね。なるほどな。避けられるのかもしれないですけれども、すごく難しい問題ですね、後継者の育成は。はい、まあ、中小企業の場合は同族で、まあ、はい、継ぎたいなと思ってるケースが多いんですけども、子供が後を継がないので、例えば番頭さんに後を継いでもらったら、なかなかその番頭さんがうまくいかずに会社潰しちゃった。はい。まあ、これもあるあるの話。同族なんですけど、子供にあとバトンタッチできないっていうところのあるあるの話でいくとですね、多くのその中小企業の経営者の方は、こんなことをおっしゃるんです。子供が後を継ぎたいなら、継がせてやってもいいって言うんですね。だいたいこういう会社は、対応します、うん、はい。共通点なんですね。この経営者は会社潰すな、または閉めちゃうな、事業承継できないなっていうのはだいたいセリフが決まってて、はい、子供が継ぎたいって言うんだったら継がせようと思ってるんだけどねっていう方はほぼほぼあと多分10年20年続かないですね。田崎さんが最初の何個目の秘訣かの時に、後継者をよく上手に遊んでるとか、はい、まあ、帝王学みたいなお話をされてたじゃないですか。そうです、はい。
で、そういうのをもう放棄してますもんね、そのコメントってね、親が。自分自身が大変な思いをしてきたから、子供が自由にさせたいと。で、自由にさせたいから子供がね、継ぎたいって言うんだったら、継がせようかなと思っている。っていう言葉で、何も教育せずに、ほったらかしにしておいたにもかかわらず、子供が継ぎたいって言うならば、でも子供が継ぎたいなんて言うはずがないんです。そうですよね。その環境がないのに。実を言うと、子供は親が継げと言ってくるのを待ってたりするもんですから、親は子供が継ぎたいって言うなら継がせようと思ってるし、子供は親が継げと言うんだったら継ごうと思ってるっていうんだで、ね、お互い言い合わずずっと平行いやいや。なまま、もう子供がええおっさんになってるっていう。なるほど。もうこの会社続かないなという。これはもうあるあるです。そうなんですね。特に同族経営で、100年とかもっと長い経営を目指すとしたら、お子さんが幸いいるのであれば、いろんな経験をさせてあげたりとか、準備を、親としては、まずは絶対しなきゃいけないよっていうことですね。最初に言ってあげましたけども、同族経営と100年企業は私イコールではないと思ってます。ただ、確かに100年企業は同族であるところが多いのは、おそらくきっちりと、同族ってことは子供の頃から、事業の魅力を見せて、企業に対するモチベーションを高めて、そして子供の時から教育にきっちりお金を使っている、帝王学、英才教育ですよね。教えているので、同族の子供たちの方が、そういうことか。タッチするにはいいね。偶然そうなんだと思います、それは。そうですね。確かにそうだ。時間とお金を半端なく使ってきた。っていうことなんでしょうね、子供に対してね。だから同族の子供たちの方が後継ぎとしてはいいっていうことだと思います。なるほど。じゃあ逆にその同族ではないけれども、100年企業をこれから目指していきたいという経営者さんはどうしたらいいでしょうか？でね、その方法に関してすると、府内総研も今、例えば取り組んでると思うんですけども、今私の方でご提案させていただいてるケースでいくと、よくあるのが、確かに後継ぎ、例えば子供が女の子しかいなくて、4人だったので、後継ぎがいないと。経営者として、まだ40代で相談をいただいてるので、これの会社だったらまだ、事業承継の準備は間に合うなと思ったので、マイクロホールディングスっていうような形で、従業員を社長にしていく。そして支所資本と、いわゆるその営業を、分離するようなホールディングス化です。マイクロホールディングスっていうふうな方法があるんですけども、そういうふうな形で、従業員を、販売会社の社長にして、で、営業を継続していくっていうふうな、スキームですよね。こんな形で、10年がかりぐらいで、従業員を社長にしていく準備のお手伝いなんてことも、今させてもらってたりしています。でも、10年あれば、後継者育成は、そうです間にね。合うかなっていうところなんですね。特にそのマイクロホールディングスっていうスキームを使えば、資本とその営業っていうのを分離する方法ですので、あれもこれもその経営者、社長がやらなくてもよくなるということになりますので、その業務的に言ったら従業員でもできるに、こうね、できるので、確かに、そういうこそうといでうようなす。方法で、事業承継を乗り切ろうなんてこともお手伝いさせていただいたりしますね。その選択肢としては、これも府内総研自体は今取り組んでいますけども、事業売却。もうこれも多分時間をかけてたと思うんですけども、もう自分の代で、事業はもう閉めようと思ってるっていうんであれば、もう事業売却ってののお手伝いってのも、うちの会社が今、ね、得意としているところかなと思いますね。その確かに最大のリスクですけど、手の打ちようは、いくつもあるなっていうのを今お話を聞いてて思ったので、本当に早いうちに、やっていかなければいけないなというふうに思いました。特に子供さんに後を継いでもらうことを考えてらっしゃる、ね、経営者の子供が継ぎたいなら継がせてやってもいいんだけどっていうふうに言わないですね。わ かりました。全部で7回シリーズで、田崎さんに100年企業が継続する秘訣ということでお話をしてもらいました。すごい、どの中小企業にも参考になることばっかりだったと思うので、ぜひ皆さん7回シリーズ何度か見直してもらって、自分の会社に落とし込んでもらえればなというふうに思います。はい。田崎さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは、府内流経営法をベースに企業に役立つ情報を発信しています。ぜひチャンネル登録お願いします。